ブンブン、ハロー YouTube、 どうもマサルです。今回は世界最大の飛行機であるストラトラントをご紹介したいと思います。今写真出しているのがその飛行機であるストラトラントです。この飛行機は特殊な用途で使う飛行機で、結論から言うとロケット発射に使う飛行機になります。こっちの飛行機は世界最大の収容人数を誇るエアバス A380-800 というモデルなんですけども、この旅客機が横幅が 79.8m あるのに対して、今回ご紹介するストラトラントっていうのは横幅が 117m あります。このストラトラントの用途っていうのはロケットの発射用で、使用する際は今出している画像のように中央にロケットを搭載して空に飛んだ状態でロケットを発射するようになります。こうする理由なんですけども、地上からロケットを発射するよりも低コストでロケットを宇宙に打ち上げることができるっていうのがこのストラトラントのメリットです。今後の予定ですけども、近々飛行テストを行って、その後2019年には実際に運用されるとのことです。一般人が乗ることはまだない飛行機ですけども、こういうものがあるっていうことで今回は紹介してみました。ストラトラントがいいと思った方はグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。